では野間子ちゃんに起乗いたします。川田優雅氏です。よろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですが、今朝最終域に起乗されたと思いますが、そちらから伺っていきます。今朝の最終域ですが、まずは厩舎からはどうでしょう、どのようなオーダーといいますか話し合いがありましたでしょうか。馬の後ろでしっかり我慢しながら最後だけ反応を確かめよう。そして実際にハンドで行われました合わせ馬だったと思うんですけれども、最初域の感触ですとか具合というのは感じた部分いかがでしたか。この馬なりにしっかり我慢できました。姉妹の動きも、いい動きもできてたと思います。いい雰囲気で最初域に覚えられたと思います。久々にこのママ子ちゃんに騎乗されたと思いますが、どうでしょう、ママ子ちゃん自身の何か成長ですとかそういった部分というのは感じる部分はありましたか。何より昨年こう勝った後からなかなかいい状態になることができず苦しい時間を過ごしてきましたので、またこう夏を越えてまた良さが戻ってきてというところで、この本来の姿に戻りつつあるんじゃないかなというのを感じました。その昨年のスプリンターズステークス、ちょっと1年前にはなりますが、天皇に初騎乗で見事勝利に導かれましたけれども、その時のレースというのは振り返って今振り返るといかがでしょうか。とても流れのいい競馬というわけではなかったですけど、あの流れの中でいろいろと対応しながら、あの中でいい走りをしてくれた結果、着差はわずかですけどしっかり勝ち切るところまで行ってくれましたので、開始馬乗った段階でそのポテンシャルの高さも改めて感じましたし、それにふさわしい結果だったと思っています。その後阪神カップは5着、深松の宮城年は8着となりましたが、直近のご自身の騎乗されましたその高松の宮記念台を改めて振り返っていただいてよろしいですか。やはり暖かい時期の方がいいという話は常々聞いてはいたんですが、その阪神カップも含め高松の宮記念台は寒い時期からまだ暖かくない昼前ですので、なかなか状態が上がってこなくてという感じで、スプリンターズステークスの時とはまただいぶ違うなという雰囲気ではありましたので、なので繰り返しますが、この夏を超えて本来の姿に戻ってきてくれてるんじゃないかと感じる泳ぎでした。これまで3度このママ子ちゃんには騎乗されていると思いますけれども、川田騎手が感じるそのママ子ちゃんの一番の強みっていうのはどんなところにあると思いますか。G1 を勝ち切れることの能力をちゃんと持っている馬ですので、それを去年のスプリンターの前に乗った時点で感じさせてくれる背中をしてましたから、それにふさわしい馬だと思います。さあこのレース連覇へ向けて、まず、昨年もちろん勝っているコースではありますけれども、この馬にフィットする部分、この中山コースがフィットする部分というのはどんな部分だと思いますか。スプリント経験は、そんなにない状態で浅い状態で、去年勝ち切ることができました。この中山のコース形態が合うというよりは、スプリント能力が高いというところだとも思いますので、前回乗ってないんですけど、ある程度この馬らしい競馬ができていたので、そういうところも含めて状態が戻ってきたんだろうと思ってますので、なので中山のコースがというよりは、この馬らしくこの馬の能力を出せる状態にさえ戻りせすればということです。まさに以前徐々にこうスプリントに慣れてくればというニュアンスの話をされてましたが、その純粋たるスプリンターにこうなりつつあるんでしょうか。だいぶ経験も重ねましたし、前回もいいねで走ってますので、かなり慣れてきてるとは思います。ちなみに先ほど少し話しんでました、その前走ですが騎乗はされませんでしたが、セントールステークスの映像をご覧になりましたか。もちろん、はい。どのような印象を持たれましたか。久しぶりにらしい競馬ができたなと、この馬らしく道中走ってたんじゃないかと思いました。今年は相手関係香港馬も2頭、さらには国内もほぼ全てが重賞ウィナーということで相手も揃った印象ですけれども、そのあたりはどうイメージ今されてますか。現在日本のスプリント界において抜けた馬というのがいない状態ですので、海外からもまた、春に引き続きやってきてますので、そういうところも含めて、みんなで誰が一番強いんだというところだと思いますので、昨年のチャンピオンとして、この馬らしく競馬ができたかなという思いです。ではその馬らしさ、さらには血統的にも本当にファンの多い馬でもあります。1年ぶりの勝利信じているファンの方々に、当日川崎氏から最後にママ子ちゃんとどんなレース見せていきたいですか。や
はい、ちょっと苦しい1年過ごしてきましたけど、この馬らしく走れる雰囲気になってきてるんじゃないかと思ってますので、あとは当日返し守ってこれならと思える状態であってほしいなと思いますので、当日の競馬を楽しみにしてもらえたらと思います。